くるみ割り人形より3つのダンスメドレーでした。ちょっと大人っぽいアレンジでしたね。次はご来場のお子様たち、お待たせしました。テレビアニメドラえもんの主題歌、夢を叶えてドラえもんを演奏いたします。この曲は2007年からテーマソングとして使われるようになったそうですが、東日本大震災の際にラジオ局や音楽隊へのリクエストがすごく多くあったんですね。子どもたちからのリクエストかなと思うとですね、実は親御さんやご年配の方からが多かったそうなんです。その理由は子どもたちの元気な笑顔を見たいからという理由からだったそうです。そんな力を持った曲、夢を叶えてドラえもん、一緒に歌えるお友達は一緒に歌ってください。Thank you.